私は自民党の大臣たちに直接っていうわけではなかったんですが、自民党政権、民主党政権、その後の自民党政権もそれぞれお使いをしました。その中で、まあ私も係長とか課長補佐をやってはいたものの、そこまで長くはなかったので、見れる範囲での限りがあること重々承知ですが、どちらかというと、手段だと私は見てました。つまり、法律とかっていうのは役所は結構自分たちで作って、それを大臣に答弁させて成立を図るっていうことが主にやっていた内容なのですけれども、そこで承認を得る、賛成票を投じていただくためには、やはり国会議員、政治家に承認してもらわなきゃいけないので、その人たちにいかにうまく承認してもらうか、その自分たちが目標としている、理想としている法律とか予算とかを通すための一つの手段として見ていたっていう嫌いが正直あったところではありました。じゃあ、そんな中でも、小西さんがおっしゃっていただいたような、真面目にっていうところでの印象っていうのは、旧民主党の人たちも、今の立憲民主党の人たちにもすごく通底するところですし、議論をしていて、あ、この人すげえ考えてるなとか、ちゃんと真面目にやってるなっていう人たち、自民党の中にも一部いるにはいるのですけれども、必ずしも大多数はそうはなっていないなっていうのは率直な印象です。それこそね、ちょっと話が飛ぶかもしれませんけど、野党は批判ばかりで、ちゃんと提案をしろって言い方をされるじゃないですか。で、それに関して言うと、じゃあ与党の提案って、イコール行政と半ば言った、ニアリーイコールですよね。まあ自民党さんっていう点で考えると、全部が行政ではもちろんないので、ニアリーイコールではあるんですけど、じゃあ与党っての提案って、なんだろうってちょっと思ってしまうわけですよ。逆に言うと。どんな提案を具体的に党として自民党としてしていて、それがどこまでちゃんと浸透してるのかというと、全然そんなの逆に言うと官僚の皆さんが考えたことをね、ほぼね、実行していて、自分たちがやりましたって。まあ、それは政権交代したら立憲民主党だって同じような立場になるのかもしれないですけども、まあ結構そのあたりは悩ましいのかなと思うんですが。それに対しては、まあ、2つあって、1つが、これは前の衆院選の時にもアピールしていたことかなと思うんですけれども、じゃあ、法案の提出した数、すなわち議員立法という法案提出は提案そのものですから。それをどんだけ案ですかっていうことが事実として伝わっていないというか、知らない間に、なかったことにされてきてしまっているっていうことは、よくよく事実関係確認しないといかがなもんかなっていうことになっちゃうと思います。ので、その批判ばっかりっていうところの言説っていうのは、正直当たらないよねっていうことが率直な印象として思っています。これは政党としても、アピールしていかなきゃいけないかなと思っています。もう一個は、野党は批判ばっかりっていう話について、追認するような意味で、その通りだってぶっちゃけ思うんですね。思い出してください。自民党が野党だった時に、何やってきたか。あんな口汚ねえ話でめちゃくちゃ罵っていた人たちっていうのは野党自民党だったんですよ。あれはひどかったっすよね。そうとです思いました。ので、野党が批判するのがある意味しょうがないというか仕事といえば仕事だし、今の政策なり考え方なり政権運営が良くないんだから、良くないっていうところの穴をちゃんとつついて直していこうよっていうこと。これ自体が提案そのものだと私は思うんですね。なんかスキャンダルみたいなことばっかりで、よくわかんないことばっかりやっちゃうっていうのはよろしくないと思うんですけれども、例えば石垣さんも、いろいろやってました。小西さんもいろいろやってるのも、この国会の中でもずっと見てきました。政府の政策法案なり予算の中で、こういったあり方、考え方がおかしいじゃないか、これを直すべきなんじゃないのかっていうと、これは提案であり、また批判でもあると思ってるんですよ。したがって、それを言い続けっていうことをしなければいけないし、そもそも物言わなくなったら日本の民主主義なんて終わりですからね。誰もイエスマンになってこの世の中良くなるんだったら、高度成長の時代だったら何も考えなくてもよかったかもしれないけれども、こんだけ複雑になってる、難しい時代になってるわけですから、誰かが物言っていろんな多様な観点から議論してって、それで答えがないところの答えを切り開いていくっていうことが、やはり
国において求められる役割なんじゃないかなと思うんで、それは堂々と事実と持ち得ながら一生懸命言っていくしかないんじゃないのかなと改めて思います。官僚の立場だった時のお二人に伺いたいんですが、政治家から、ああだこうだ文句を言われること自体というか、文句というか、正当な批判であるということにしときますけれども、ことされること自体は、官僚の立場としては正直なところどうなんですか？いわゆる仕分けっていうのがありましたね、民主党政権がやったことで。あれで被害を被った人間の一人なのですけれども、しかしそこで気づかされたことがあります。事業の継続をこのまんまのノリ、そして今までの価値観だけでやってて本当に良いのかということを改めて考え直すきっかけになりました。これな事業は一旦廃止にまではいけないけれども、解体的見直しだっていうことの、お叱りを受けて、で、真剣に役所の中で考え直した結果、今まではこういう観点だった。これは省エネルギーとか新エネルギーの技術を海外展開にするっていうやつだったんですけれども、今までは技術力を高めればよかったんだだけで評価してたんです。それは何？再エネの、せ、あの性能が今まで50%だったのが52%に上がった。だからいいじゃないか。つう話だったんですけれども、そうじゃなくて、それがちゃんと普及するためには、ちゃんとビジネスベースに乗せていくような、そういう売り込み方も含めてやらないと、効果が上がらないんじゃないのかっていうようなことに指摘を受けて気づかされて、じゃあこれから事業の運営もこう改善していきましょうっていうことになって、そしてそれを担当する役所のみならず、独立行政法人なんかとも一生懸命議論して、改善して改善して、政策が良くなったっていうような経験もあったので、お叱りを受けるっていうこと嫌だけれども、傾聴すべきことがあるのは傾聴して、それで真摯に直して改善していくっていうことが、いい関係、いい役所と、政治家との緊張関係かなと思いますし、それはこの国の将来のためになるんだなっていうことも改めて実感できた経験でした。野党時代の自民党は、もうそんなところじゃなくて、いや、野党時代の自民党って参議院は本当にすごくて、一人が一人を殺すっていう指令が自民党の参議院の国対委員長から出ててですね、自民党の予算委員会の質疑者はその質疑を持って一人の大臣の首を取ってこいと。で、民主党を崩壊に追い詰めろっていう戦い方をしてたんですね。まあ、それが真っ当な政策論だったら、我々も受けて立つんですが、まあ、ひどかったですね。あることないことですね。しかも質問通告なんか全くないんですよ。何々に関することって10文字ぐらいの質問通告で、30分ぐらいの委員会ワンワンやったりする、めちゃくちゃなことやってましたけど。いわゆるね、ボイコットみたいなことも、欠席とかも普通に行われてた。そうです当時、新ね。聞を集めてみたんですけども、相当やってましたよね、委員会もね。で、衆参のねじれの関係もありましたから、より相当派手にやっていて、当時のこともあれやりすぎだという方もおっしゃいますけども、そこまでの政権への執念を見せて、徹底的に相手を叩くっていうことの姿勢は、いいかどうかは別として、そこまでね、ちゃんと、自分たちが政権に返り咲くんだっていう執念は、これ一部、私たちも見守らなきゃいけないところっていうのは、官僚と、あとは政治家との関係という点で、今、どのようなことを、今、政治家になられて考えていらっしゃるのか。対等な議論パートナーであるべきだなと思ってます。政治家は、役所が十何個ありますけれども、それら全部を見て考えていかなければなりません。その分だけ、それ一つ一つの深さというものは、絶対官僚に及ばないっていうことはもう明らかです。ただ、いろんな地域の意見とかを考えた上で、こういうことをやるべきなんじゃないのか、方向性としてどうなんだっていうことは、政治家から一生懸命官僚に言っていく。で、官僚側からもそれのフィードバックを受けて、政策に魂込めていくっていうことを、お互いに尊敬し合いながらやり続けていくっていうことがあるべき理想の姿なのではないかなと、お決まり答弁みたいな感じですけれども、真面目に思いますね。彼ら役所も役所で一人の人間として専門性とプライドと矜持持ってやってますので、それの考え方をくじくっていうことは決してやっちゃいけない。やられた私が嫌だったからっていうことも考える人たちもいっぱいいるわけです。それらをちゃんと尊重してやって、対等な議論パートナーとして実際に行政運営を行っていただくっていうことを相互に補完し合う関係っていうのが目指すべき姿なんじゃないのかなと私なりには思ってます。はい、小西さんは。今の小沼さんのそのご説明がですね、ご意見が本当に素晴らしい。
らしくて、まあ、ちょっとそれに関連するとか補完するような内容になると思うんですが、私も官僚の皆さんっていうのは、まあ、いわばその知恵袋ですよね。国会議員も官僚の皆さんも国民のための政策を実現するのが仕事なんですが、やっぱりその分野を専門性を持って、で、かついろんな法制度を持って、あるいは常日頃いろんな業界の皆さんとの関係を持って営んでいるのが官僚の皆さんなので、やっぱり我々が国民の皆さんのためにこういう政策を実現すべきじゃないかと思った時に、官僚の皆さんが持っているそういう知恵ですね、政策的なアイデア、あるいはそのいろんな業界との、あるいはその世界的ないろんな物事の動きだとか、まあ、そういうものを官僚の皆さんのこの知恵をうまく引っ張り出しながらですね、一緒に議論を深めていくっていうのが政策づくりに必要だと思います。で、そうした官僚の皆さんとの政策議論の中で、必ず官僚の皆さんだけでは越えられない壁っていうものが出てくるんですね。それは例えばいろんな利害関係を持っている業界団体とのこの調整だったりとか、あるいはこの政治の壁というのもあるんですね。これ与党が邪魔するとかですね、野党が邪魔するとか、あるいはそのある政党の中のある人が邪魔する。まあ、立憲民主党はそんな人いませんよ。けど自民党の中で派閥があります。いや、この政策は派閥のボスの言うことが聞かないとダメなんだと。なんか、あ、そういう世界なんですかみたいなのがあるんですね。そういうところをこう突破するためにも、我々政治家が官僚の皆さんの前に動いてですね、いろんな調整をしなきゃいけない、そういう、それが本来の政治の必要なリーダーシップなんだろうと思います。で、最後にそういうことができるようになるために、つまり官僚の皆さんと対等、ある意味対等以上に議論をし、かつ官僚の皆さんと一緒に考えた政策を実現するリーダーシップを発揮するためには、我々政治家がですね、国会議員が常日頃、鍛錬を積まないといけないわけですね。そういう、ローメーカーであり、あるいはこの政策の専門家として、我々が育っていくような、そういう、鍛錬を我々積まなきゃいかんのですが、まあ、そういう鍛錬をですね、ぜひ立憲民主党をですね、よりシステマティックにですね、やっていったらいいんじゃないかなというふうに私は思うんですね。やっぱりですね、立憲民主党がもっとちゃんと強くならなければ国会は面白くならないんじゃないのかなと思います。野党時代の自民党の質問というか追及というのは、あれはものすごい勢いがあってですね、役所にいる私としても一部、面白いなと思う瞬間もあったのは事実です。そういった野党時代の自民党の面白さっていうのをですね、もう一回ね、見せてもらいたいと思うんですね。そのためにはどうするかっつうと、立憲民主党はちゃんと強くなって、自民党に野党に下ってもらうしかないわけです。そのためにみんなで頑張っていかなきゃいけないと思いますし、その野党時代の迫力のある自民党の質疑を思い出してみんなで楽しむためにも、立憲民主党頑張って政権奪取に向けて一致団結して取り組んでいきたいと思いますので、皆さんの力も借りながら頑張っていきたいなと思います。官僚時代だったらいろんなところに訪問してもちゃんと応答してくれるのに、野党は意見は聞かないことにしてるんだっていう、いわゆる出禁ってやつですね。出禁みたいなことを食らうこともいっぱい多い経験もしているところだったんですが、合わせて若干時間もあるようであれば、ちょっともう一個だけ。官僚が野党議員のレクとかに行くときに、ここまでしか言えないんだっていうことの辛い思いをするっていうのは事実です。実際問題。それで変にひっくり返しちゃうと、偉い人に怒られたり、与党の先生からに怒られたり、もうちょっと言うと、内閣人事局というところが票が握ってるせいで、自分の出世にも響いちゃうから、下手なことは言えないっていう方に硬直化している、答弁自体もちゃんとものが言えなくなっているっていうのは事実だと思います。じゃあ、そういう構造を変えるためには、やっぱり政権自体がですね、政権自体が、例えば今自民党と公明党だけれども、それは立憲民主党とかになって、あるいはまた逆もしかりでっていうことも、そういった政権交代が何度も行われるような、そんな緊張感が出てくればこそ、官僚としても本当はこうなんだっていうことを言いやすくなる雰囲気づくりになるかなと思いますので、与党の、当時の与党の人間の意見しか聞けない、そんな硬直した状況を壊して、官僚の能力とか意欲とかっていうのをちゃんと引き出させるためにも、政権交代が何度も起きるような、そういう緊張感のある政治を作っていくことが官僚出身としての願いかなと、改めて今日の議論をしていて思いました。そうですね。癒着が生まれてしまうと、どちらにとってもマイナスになりますよね。内閣人事局に関しましても、本来だったらこういうふうに、何でしょうかね。それを餌にいろんなことを自分たちの言うことを聞けみたいな、そういうもので使うような仕組みでは本来はなかったわけで、この失われた10年と言っていいんでしょうか。それで、こういう悪用されてしまったというようなことは本当に残念なことだというふうに思います。
まあ、今の内閣人事局は、まあ、本格見直しの安倍政権なんですけどね、まあ、民主党政権時代にそういう議論もあって、実は私一生懸命反対してたんですね。こういうものを作ってしまうと、意味で官僚の組織の中の、自律的な組織運営じゃなくて政治が官僚をもう私物化することが起きてしまう。まあ、現にそれを本当に悪い形でやったのが安倍政権、菅政権、そして今に次ぐ岸田政権ですので、やっぱり立憲民主党の使命として政権を奪取して、そうした公務員のこの中立性、あるいは公平性っていうものを壊してしまっている、今のこの、まあ、政治と官僚の関係を正さなければいけない。あるいは、今、もう安倍政権がになってから12年ですかね、なっていて、若い官僚、もう若いって言っても課長補佐を何年もやってるようなレベルですよ、人たちは、国会議員の質問に答えなくていいんだっていうのを思ってるんですね。私が官僚やってた、小野さんもそうだと思いますけど、国会答弁何百本と書いてるんですが、聞いたことを答えない、答弁なんてやっぱ書かないわけですよ。で、特に法解釈ですね。法治国家なので、どんなに政権に都合が悪いことでも、法解釈は正しいものを漏れなくちゃんと答えるっていうのが、かつての議員内閣制だったんですね。やっまあ、てまそうしすたね。ものをちゃんと戻すっていうことすいまも、せん。我々立憲民主党、つまり日本のこの立憲主まあ、義や民これを主義見をながら、こんな達成感さじでせやってるます。のも大事な使命だと思うし、これは多くの官僚の皆さんが実は望んでることだっ確ていうかふうに、にこの背景なのかな、なんで。はい、ありがとうございます。どうやら次の準備が整ってきたようでございますので、そろそろお時間となりました。